さあ本日は東西線ルールの予定です。東西線ルールの予定です。皆さんも見えてますでしょうか。会見始まりましたよ。お疲れ様です。そうですね、もうそろそろで4月末にはあれ、そういえば XS とのエントリーってもう締め切ったんでしたっけ。まだでしょう。あ、私空いてます。 XS 空いてます。誰かいない。え、決めたんでしょ。クモ、よし、じゃあ奥 XS とチーム決まりました。早かった早かった。うん、ヌルポが配信2回転いいじゃないですか。ぜひ、普段からずっと仕事だから、常に仕事だから、バルノグと組んだ時以外は全部仕事だから、バルノグと組んだ時以外は全部ダルシノグの仕事だから。あと本田か。要はね、バイサクキャラ強いんで、バイサクキャラすごい強いんで、僕だって思ってたよ。あのチームだったら龍拳はダルシムに任せられるんで、どっち行くのか。ただね、僕的にはブランカとかすんげえ苦手だったから君に任せたいなっていうのは。あとね、あのチームだと金色がかなりやばかったから、僕無理だなって思ったし、まあダルシム出しちゃってもいいかなと思うんだけど、本当に僕が苦手なこのダンニーブランカあたりをダルシムとチェンジをカバーっていう、すごくやりやすいですね。8-2 ぐらい、負けるから。このゲームで一番勝率悪いから何かなって考えたときに、ブランカフィールド誰かなって思うぐらい。スピードもマシだもん。あ、そこはあとバルドグも入る。けどバルドグ戦は嫌いじゃない。嫌いじゃない。バルドグ戦ね、僕はまだちゃんとできてないから。あ、そうっすね。本日16名誰かもう一人来れば僕も入ります。皆様普通に東大戦でいいんでしょうか。よし、じゃあどうしようかな。たまには完全ランダムで組む、完全ランダムで組む、くじ引き、くじ引きで、順番もくじ引きはやばい。
オッケー、倉橋さん出てくれるって。キャラどうしよう、2キャラでもいいかな。そう、Round 2!
これで6だ、はい、はい、じゃあですね、なんで僕が強い方に入ってるのかちょっと微妙なことなんですけども、体が強いからね。はい、それでは本日久しぶりにくじ引きで総裁戦を行います。ですが、強い弱いであまりに偏るとどうしようもなくなるので、強い人を選出して強い人同士くじ引き、弱い人を選出して弱い人同士くじ引きとさせていただきます。私の独断と偏見なのでご了承ください。ではですね、今から読み上げる人先にくじを引きに来てください。それでは、の試合、そろそろストップでお願いいたします。くじ引きするぜー。まず、ガマツチ、ムナーリ、テラさん、福山、くじを引きに来てください。黒が 1P、赤が 2P です。ガマツチ、ムナーリ、テラさん、福山、その後、ハイジン、ストマック、モミオ、皇帝、破天荒。ハイジン、ストマック、モミオ、皇帝、破天荒。グリグラ、マキリ、ヌルトが分鎮ですね、あと。いや、ワンピーがあるんです。まあ、見せない方が面白いかな。黒がワンピー、赤がツーピーです。はい、マキリ。あとヌルポが分鎮がまだ来てないので最後残してください。グリグラさんは引いた？モミオもモミオもキャラが弱かったのこっちになったで、ヌルポが分鎮がこの2つですね。ヌルポが分鎮、はい、では上の方やってます。スムラ、バイパー、グッチ、ヒデ、クサ、まだ引いてないと引いて、あ、ヌルポが来たよ。あと倉橋さんと焼き鳥、ゆうずる、川又、草くんどこ？赤が 2P、黒が 1P です。あと引いてない誰？ゆうずる。と、倉橋さんだ。上下どっち？上下どっちがいいですか？上。はい、それでは、これを分鎮ね。 OK、 順番はまんまでいい、カードの順番まんまでいい。たまにはね、たまには佐藤さんのアプリもありだったけど、
全部決まるからね、確かに。はい、それでは、ワンピー側、じゃ黒の位置から見ていきましょう。ちょっと待っといて。黒チームが、黒の位置引いた人、黒の位置。破天荒。破天荒。黒の2。黒の2。いない？はい、ガマ父。はい、カード返してください。黒の3。福山。黒の4、テラさん。黒の5。コテ。玉ですね。下が、黒の6までが下。はい、ハイジン。竜超北ね。黒の7、川又。黒の8。私です。2か。黒の9番。ゆずる。来たね。黒の10番。つむら。黒の11。草。11だよね。11だよね。はい。それでは、赤の位置見ていきましょう。赤の位置。グリグラ。やりすぎでしょう。黒、赤の2番。マーカス、マーキリ。1番グリグラもやばいけど、7番川本も結構やばいと思う。赤の3番。ヌルポガ。で、赤4文鎮です。ああ、5か。赤4ムナハリ。ムナハリ。これも来てるな。で、赤5が文鎮。赤6。ストマックも妙。お、これは前半戦の。はい。では、こっから上ですね。赤の7番誰だ？倉橋。川又と当たる匂いがするぞ。赤の8。デーヒー。赤の9番がグッチ。これもなんか熱いな。赤の10。残りを2人。バイパー焼き鳥来てるな。楽しいじゃんこれ。面白い面白い。こう後ろの方にホークが3つもいるんですけど大丈夫ですかこれ。これをね、ホークホークの前にグッチさんがユーズルを殺さないと大変なことになりますね。はい、ではちょっと清掃してきますので少々お待ちください。
はい、お待たせいたしました。それでは始めていきましょう。今日は別にキャラクターは決めなくていいです。先方だけ決めようかな。はい、 1P 側破天荒、 2P 側グリグラ、始めていきましょう。あ、なんかいい感じに分かれましたよ今日は。ゆずるさんよろしくお願いします。お願いします。普通に1回ずつですね。うん、まあなんかまあ11位だったらいいか。うん、さあそれでは4月の28日スタッツ X、 はい、NBC2 ランバコの東大戦形式始めてみましょう。ワンピーが破天荒なんで、ワンピー破天荒、ツーピーグリグラで、はい、今日はまあ久しぶりにくじ引きでやりました。非常に弱いでちょっとうまく分けようと思ったんですけど、はい、うまく分かれませんでした、ね、そうですか。グリグラさんとか強くても別にいいかなと思うんだけど、テラさんとか村上さんも下の方に行ってしまう。ボンボン見ようとかね。まあそれならどうだ。これね、もみお対川俣がありえてなかなか楽しいな。さあ魂の中心にめくりに行ったが、連携の隙間に家に客で燃やされて勝ったのはグリグラ。ガマツさん、その後福山、テラさん、コウテイ来といてください。ワンピカです。まあ先方ばっかりですか。10ばっかりですね。まあいつも通りです。あー、龍はね、いろんなベルネットが広くおりますので、さあガマツチベガーバーサスにして初めてレベルで多分東西戦、ベガ戦、違う、テイロン戦をやったんではないかという感じの動きでしたが、いやーやばいですね。やらないと絶対無理だからね。さあここも、あー今のヤバくね。投げるアッパー、ライト目いけない。ここで打たされて投げる、あの当たり方投げ抜けですね。そうですね、はい、4段目だけスカルだから4段目をね、めくりガードした時も投げかけなんだ。あー、めちゃくちゃ、はい、残儀使いを狙ってそこでファイナルをやってくるらしいですよ。タチ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 相模かな、4段目だけ、うん、それで選べるらしいです。密着だとうまいな。グリグラ止められるか。福山、まあ福山さんなら止めてくれるんじゃないですかね。テイロン戦の福山ですからね。なるほど、日頃燃やされている分と、そう、テイロン戦頑張りますって前言ってたから大丈夫。おお、開幕画面端にご招待いらっしゃい。走塁出ますね。この走塁本当にでかい。いやすごい、ああちょっと飛びが、グリグラさんね、あそこ飛びが多いんで、ちょっと待ってみてもいいかな。人によって考えていけないですからね。まあ飛びは人、個人差かなり出ますね。まあ飛び当たったら死ぬんでしょっていう考えはね、全然間違いではないので。さあ、出るからの、そうですね、連番にしないと劣化神経溜まってるとき危ない。さあ、レッキーに対して、バックジャンプの後の波動バレている。テラさん、いいぞ。これね、早く止めてほしいですね。その後、光太くんです。ここで止まらないと行く可能性大です。危ないですね。本家東西戦ですと、あんまりね、下の人が上の人が当たれない、当たりたくても当たれないという人になってるので、どっちぐらいはいじりたいなとは思ってます。バーストレートかありですね。
うわー詐欺飛びあーえ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 ーなー今のあの技がくっそくのおかげでやりたい放題できたしかもガードされても隙が全くないという会社じゃないですよそんなのはなんもないですよねソニック打たれても大丈夫なんだサマーからのこれはヒットバトルにちゃんとスバックドップで下がっていくあとはつながるつながった今は最後中じゃなかったうぅーテラスさんやばいぞさあ皇帝頑張れ前立てあるなマジであるな皇帝敗陣の順ですあー、サガット太平のこれは辛いやつですよこれはきついですねまず7-3ぐらいだと思うんですよね、僕はおそれっぽいだいぶそれっぽいあしかし火力の差が尋常じゃないさあ、グリグラグ、めちゃくちゃやってくるおおわっ誘い目の前の新人客も困りますね、あれ地獄が長いから2位とかも行きづらいですねさあ、既に勝つ逆に高内さんあー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 ここで、あーここでここでで、クルクルから来て、おーい全部噛み合ういやー敗陣敗陣え5人もう半分いっちゃいましたもう半分いっちゃいましたねまあ先方グリグラそこまでいくかなとは思っていましたがやばくない大丈夫大丈夫ですよ君の相手あたりに残り言う準備してるから結構つくんじゃないかなうおほほ恐竜の力許さないやつここですねさあ配信ボタン押せない竜巻投げて画面端あーっと今の2人は逃したくなかった勝利出るただのさあ流れはいい流れはいいがここだったいいところガードできるんだろ勝負打ってけ、うん、やっぱり飛んできますねそうですねあーあー強くなってよかったあーおおなんでいいんだろうボタンが押せてないぞ配信さあここは右利きだがプレッシャーを感じている配信 VS グリグラですそうですこんばんは生きてますあー貫通してくるグリグラが6盾つい川又ここで川又ですえグリグラさん先頭ですよまだ川又全盾してもいいんやでさあここで川又同じ黒い竜だがアロンアルファですからね川又さんが先頭の人と戦うって何年ぶりかっていう何年ぶりですよねやつですよねうおあれ飛ぶしかしこれは食われちまうのか食われちまうのかうお飛んだ逆に飛んだ川又が前に飛ぶさあ川又が何度の問題とグリグラが突っ込んでくる下がるフリーズ飛んでくる飛んでくるグリグラ全盾あるのかあっうますぎるんだけどさちょっと飛びが川又流こんなところで止まられると困る僕は困る苦しいうおおい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 お
さあもう8人目の2回転。いやーこれどうするんだろうな。DJ とかいやーいいっすよ、普通に普通にやってください。バイコン、いやできてない、両方できてなかった今。いやこういう感じで、こういう感じで何かトライブを荒らしていきたい。お、バイコン入ってやりづらそう、やりづらさが必要、やりづらいまんま終われば。さあ掴んで、さあしっかりアントリーから逃げる、大パンで結果を切る。さあガード飛んでくる、支援で燃えて、さあ高かった、大パンでこれはバックだけ、なんかやってる。ちょっと、何か支援がガードになって、さあそれでも飛んでみるぞ。さあショーパンオーバー、さあこれはさあテーブル、テーブル切った、ついに先頭が。はい次マキリーさん、いやーまだ 2P 側2人目です。そう、2P 側は、マキリー、ヌルポガ、ムナーリ、ブンチュン、モミオ、まだ2人目ですね。モミオでまだ6人目です。いやー残念になっちゃった。さあなぜかプレッシャーを受けている。さあいい感じで固めて、しっかりアッパーで切る。さあしゃがんでガード、最後まで突っ込んで倒す。さあグランドワードが引っかかる、踏んじゃうと、さあソウル系しっかり待ってますね。さあちょっと間に合わなかったがガードでも OK。 さあ相手、さあかなり慎重、対空ないぞ、アッパー間に合った。ヌルコがブンチンさんいるの？起きた？さあ、おねぼうブンチン間に合いました。さあ、SK だと間に合わないのか？さあ、見てからっぽいヘッド。さあ、ヘッド。さあ、溜まっちゃったから突っ込むか待っただけ。ヘッドで逃げる、さあ大足タイプ、さあ結構、さあこれは入ってますね。しかし減らない、最後の方なんか減らなかった。さあスーパーム、はい、ムナーリさん、ムナーリさん誰でやるのかな。え、リュウなんだ。
ちょっと引っかかっちゃって、ワードが硬い、おじさんのワードが硬いぜ。さあ飛んでる、懐かしい、いい感じ。さあ珍しくメインを使うといい感じ。さあしっかりアッパーガード飛んでる。あ、今のはクレイジーが入るぞ。さあ巻き込まれない。さあこれ逃げるのなんかよくわかんないですよね、意味があるのはないのか。さあ食らっちゃった、食らっちゃって、食らっちゃった。さあ文金さんです。さあやる前からやめろコール。さあこれはステージが厄介ですね。さあいきなりなんかいっぱいもらって、さあアウトボクシングが続かない。さあ掴む中足ヘッドで待って、さあゲージ溜まった、バナスぴったり。ゴドット、ゴドットだったか。さあまだ眠たい位置、アントビーシューキックアッパーつかみ、アントビーにチェック、投げてホイホイ、しっかりアッパーレッカー。さあ投げて、なんか早かった。さあ忍びたい、込めちゃった、アッパー。さあこれは巻き込まれる、3人抜きですね。で3対7。さあここで文鎮対ユーズルですね。さあヘイロン DJ やろうぜ。さあこれナイスガード、打ち切り OK。 あのマシンガンをうまくやれば DJ 有利になるそうです。うまいな今の。ジャクヤスラはあのように水山も許さないことがある。さあ始まるか、バレてますね。エアスラかい、うまい。あーおーっとスライディング前にあるか、瞬間を狙っていく、通足ダメ。文鎮こっから火力を落ち着けられるか、また行く、レッグ繋いでいく。あー外した、惜しかったがカットのユーズル、もみお。ここポイントですね。さあストバックもみお、もみもみ DJ 戦は相当うまいですね。ウマ DJ とやっていたからか、わーっと仕込み失敗。あの辺が分かってはいるんだけどちょっと苦手だったりするのがもみおの可愛いところ。うーわボディはカーニバル読みですね。うおーつながんのあれ。さあユーズル破れるとフォークチュンリーの2枚になってしまう。これはきつい。
ずいんではないか。ユーブで頑張ってほしいところは。そうですね、 DJ 戦はモーミンポイントが多いですからね。飛びがうまい。おー、ナイスハンド。今なんかすごいことが起こりましたよ。うまい。からのダブラリ、下がりダブラリ、これを読んでいる。そもそもザンギーのスタジアキック重ねが DJ さんは結構難しいので、うまい。今のスマッパ来ている。これはうわー、届かない、間に合わない。ふぅー、ジャックスクリーンにしたんですよ多分ね。それでも間に合わなかった。さあナイス対空からの下がり、これは怖がる。ゆずるは体重を失ったかもしれない。痩せたいよねちょっとね。あー、これはアトミックヘール、怖い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 。さあさあ、ゆずる大失敗、息を吹き返せるか。おー、勝ち込む、うまい、いい試合だ。ふぅ、うわー、勝負のスクリューにジャックナイフ、これはいい勝負だった。ここで倉橋、 2P が残ってるのは倉橋、ヒデ、グッチ、バイパー、焼き鳥。倉橋、ヒデ、グッチをやっつけないと大好きなホークスにたどり着けない。さあ、開幕強烈スライムのジャック恐竜がやってましたね。まあ、めくりはガードさん完璧キックが出るが、おいやしたスカイサブル、これはコンボが入ってピオール。今の前取りは素晴らしい。そうですね、一発目スライディングをかつて歩きダイヤスを食らったので、それを踏まえての前飛びだった。 DJ にはアイドルもできる。さあ、倉橋硬いとこから抜けたスマブで、いきなりギリウスの大ピンチ。さあ、我慢からのエアスラで切り返したかと思ったが、対空がうまい。ここでファイヤーの初期、足は厳しい、歩き上げ、倉橋もただでは負けない。この DJ というキャラ、立ち回りも火力も一級品。しかし理由は全体をできると昔からそう言われている。そして真空が溜まったら映像が変わりますからね。ゆずるのエアスラに真空が当たらず、しかし画面端、これ厳しい。飛び方チャンピオン、おーっと踏み込み返す、倉橋が止めた。津村さん、さあ、中盤戦の倉橋がどれだけ怖いものなのか。副将の津村、さあ津村も関西ではずいぶん言わせ続けた男、関西の、まあ、第2のフォークと言ってもいいでしょう。コンボルダイブが刺さる、台風生、マジで。さあ真空食らってしまい、ほう、からの、うおぉ、そこでも台風なんだ。いやー、テクニカル、関東のホークはテクニカルか荒っぽいかどっちかしかいないんですけども、この木村ホークのテクニさん、さあ、飛ぶタイミングがそろそろバレ始めたか。コンドライブ、さあ
おーはー今ダブルを狙ったが、コンボが繋がりそうではあったが、欲張りさんですからね。さあ対空勝利からサギトミに出してしまう。お釣りが痛い。端に詰められて、ここは下がっていく。先ほど食らったコンボのライフはもう食らいたくない。今度の我慢、この体力もう勝負をする必要がないと。岩橋冷徹昇竜待っている。真空化されて勝負あり。大将千田千里残り5人です。いや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 、さあタンクトップさ、さあ飛びを合わせていくのクラス中ボス投げる。一気に7割そしてピヨってアッパー勝利。倉橋力強すぎる。倉橋全盛期はまだ先なのか。まだまだ強くなる男。ああ、やってないと見せかけてかなりやっております。倉橋真空ぶち込む、このねじ込みっぷり。さあ守り続けて寄らない。どうなる、飛んでいく、諦め気味。下が難なく下されて、ワンピー側敗北です。倉橋さん強くね。エキシビションやる、やろうか。ヒデヒデ、いやマジで強くない、止まる気がしないんだけど。これ倉橋対ヒデ、これはノジアイ倉橋拒否カードなのでは。さあまずは対空転送から始まる。スピニング漏れる。そういうことをやってると上級者にはすぐやられるぞ。ゲージを食べきって前に行く。倉橋もゲージを止めきる。さあ龍対チュンリー、この両者ゲージ持ったクソゲーモードですね。ワンボタンで死んじゃうよという。おーっと真空を狙っていたが手が出なかった。飛びを合わせてセーブ、バレだ。ワンチャンある。さあしかし前に歩いてガード、しかしね、ドーリュー、ここは真空投げ返す。惜しい。あの昇竜はすごい。第5スからザキヤシ真空まで見せたが、さあタッチコーキックに勝利が当たって、さあこの100列あそこの100列は直。さあメディナトマから持ち上がる。さが通る、抜けない。さあ対抗しつつも前に来る。これが倉橋のプレッシャー。さあビンタで落ちないようにうまく立ち回ってる。前飛び、あれはもう落ちないやつ。さあファイナルラウンドとなるか。おーっとアッパーハード、あのアッパーハードは別に確定はしないんですけども、クランさんあそこ得意なんですよね。真空見てからハード、歩いて大足、素晴らしい動きだ。グッチバイパー焼き鳥の順です。
ンピー側グッチ黒竜になってどうぞ。開幕の波動にどぎついやつが通って、さあ、ずらせた。これ見てから中ガス一気にやって、グッチの火力しかし、うわジャンプ強キック高めから強勝利。さあ今度やり返す。お互い火力が高い。うわーやったったか。さあ端っこ切れて、しかし前に歩きながらランアウトすることで後ろのプレッシャーを、飛びのプレッシャーを与えにいく。投げる、グッチも負けていない。さあ3本目、今度は両者飛ばす。竜巻そして投げたらクラス、しかしファイヤー食らって下地取りが入る。端っこ詰めていくのはグッチ。平橋はおっ、これは状況はいいのか。おお投げたのは倉橋、勝利。おっ引っかかったからの真空が来い。これはアサリル勝負強い倉橋。残るはバイパー焼き鳥。ブラハッさん強いけど、これさあ開幕竜巻。あれバイパーガイルじゃない、ガイルじゃないですか。ずーっと戦うときはガイルが大好き。これがバイパー。さあ投げ、よしシンク、ここはソニックポイント。中足ヒットの後微妙にスローがかかってるので緊急持ちやすい。しかしかなり踏み込んで食らわないとあのトミックにはシンク当たんないですよね。さあ倉橋流体バイパーガイル、これは面白い。おっと両者スパコンを使ってダウンを取ったのはバイパーだったが、その後が良くない。歩き逆立つ。さあ先でも失敗、あれ難しいですね。さあゲージが溜まった、倉橋龍がガンズレしてくる。ソニックこっから大足をいけやる。バイパーがいる、勝てず。焼き鳥、焼き鳥さん、はい、シムソン最終試合となりました。なんか今日すぐ終わったんだね。まあ、お疲れ様だから、しょうがない。さあ、何を出す？エクソーク。さあ倉橋、先ほどのつむら戦かなりの熟練度を見せた北戦。本人全然やる気がないクソキャラでしょみたいなこと言ってたんですけども、さすがにこのレベル取るわけにはいかない。さあコンボのダイブ当たって、おっと歩いて弾いた。コンボしっかり止める。おっあー、ワンちゃん残った。しかし焼き鳥、うおからの表逆転していく。なんという勝負強さ。守りに入っている焼き鳥をぶちのめしていく。さあしかし2ラウンド目も開幕から状況が悪い。このドライブ
マウントにくる。さあ、コンボしっかり。そして、今度は先ほどかかる。あそこの風が強いですね。あれは着地にでトマホークを突っ込むと、竜巻に巻き込んで負けるやつですね。さあ、ダイヤスサイクルから、今度はダメだった。ダイヤルギー、大極目が見えたような気がする。さあ、ファイナルラウンド開幕。いきなり吸い込んだ。そしてバレたよ。コンボが入る。ピュアらない。台風いけない。どこまで歩くんだこの男。ダブル台風パーフェクト。焼き鳥が締めた。うえ、いや、クラウスはすごかった。というわけで、今日は 2P 側の人に5ポイント。今ポイントが意味あるか分かんないですけど、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。台風みんな気をつけてくださいね。まあいつものように乗り合いやっていきましょう。